まあね、人間がずっと与えられたこの生物的な体のままで、このすごく進化していく計算機やデジタルの世界と向かい合っていくっていうのはより厳しい。進化していってしまう新しい世界と向き合うために、新しい世界と対話するための自分の新しい身体を手に入れる、そのためのまあデジタルヒューマンだと思います。デジタル技術が発達して、近頃だったら例えば髪の毛だったりとか肌だったりとか服だったりとか、自分の身体の特徴をそのままデジタルの身体として持てるようになってきて、性格のデジタルヒューマンというのが作れるようになってきました。人間が自分の体を認識したり、自分のセルフイメージを獲得していったり、鏡を見て自分を発見したこと以上に、自分の存在を客観的に見れる。デジタルヒューマン誕生以前にもね、そういったような気持ちっていうのは常にあったし、どこから見ても自分のアイデンティティを特定できたり、またまたそのデータの中に例えば身体情報、血液の情報だったり、肺の情報だったり、 CT スキャンの情報だったりとか、いろんな情報を取り込んでいくことで、データと人を紐づけることによって自分の身体データっていうのを、どうやったら社会に役に立てるか、もしくは自分自身の役に立てて自分自身がより健康で過ごせるかっていうことに世界中が今着目しています。文化的、社会的、法律的、いろんな面から人をどうデジタル化するかということに対して注目が集まった。それによって公共政策が変わりつつあるっていうのが、大きなブレイクスルーの一つなのかなと思います。それは最初、例えば数十人、数百人が社会にデジタルヒューマンになってるだけじゃ、多分おそらく映画とかエンターテイメントの用途ぐらいしかないんですけど、そうじゃなくて、例えばある程度の量、例えば数十万人、数万人ぐらい普及するようになると、そこを契機に一気に例えばサービスの状態になったり、それを使った新しいアイディアがどんどん生まれてくるきっかけになるんじゃないかなと思うんです。もしくはそこをきっかけに何か新しい感覚が芽生えるかもしれない。コンピューターに関わる学問と人間に関わる学問というのは大きく分かれていたのが、20世紀だとするならば、21世紀になってそれが急激に近づいている。今まで自然を解き明かすのが人間の科学であったならば、デジタルが生まれたことによって出てきた新しい自然は人間が解き明かすよりも速いスピードでより進化していってます。いろんなことが分かんなくなって世界がすごいスピードで進み始めたとしたならば、僕ら自身もその速度に追いついたり、その速度と同じレベルに何かを得たり、創発したり、感動したりできるはずなんだけど、僕が知覚しているこの世界そのものよりもより広い時間や広い時空を使って、自分の身体、目が2つ、耳が2つの体じゃできなかったけれど、自分自身の情報能力をアップデートして、自分自身のデジタルコピーを作ることでより多くの場所に存在できるようにして、そういったような新しいデジタル世界に対する適応を人間自体がしていかないと、次の世界が見えないかもしれない。我々は今、この時代だからやらないといけないことっていうのがあって、この時代だから、この今一瞬だからエキサイティング でこの時代にやるから面白くて、それが歴史になっていくようなことが今あると思うんですよ。でそれをなるべく多くの人と共有したい。それは僕らだけでやってても面白くないし、それが多くの人と共有することでより多くの可能性につながっていくと思うんです。でそれにはやっぱり鶏が先か卵が先かって議論をする前に、何かのきっかけを契機にして社会全体にそういう人たちが増えるような方法というのは考えないと。それには2025年の万博というのは非常にぴったしのタイミングですし、何かをきっかけに日本はデジタル先進国になるかと言われれば、僕はこのチャンスを逃すではないと思うんです。こういったような活動を通じて、皆さんとより良い社会が作れていきたいなと思っています。ぜひご参加待ってます。